役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。5番一周目です。はい、一番最初になっちゃった。うん、僕は村人陣営で CO は特にありません。もうさっき夜のターンに一番最初嫌だな、進行路わかんないもんなと思ってたら一番最初だよ。もう6番さんに進行路任せていい？無理だ、わかんない、ごめんね。うん、2周目いっぱい考察します、終わります。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。6番ごしょパパです、よろしくお願いします。村人陣営 CO ございます。例の CO させていただきます。はい、僕は、そうですね、進行論、そうですね、まあこの後ね、自分のもし例ので太鼓が出ればね、狂人、うん、もしくは、人外で、人狼で出てくるかと思うんですけど、まあ占いに関しては、まあ2CO 場面、うん、認証場面だったら、まあ、普通に、まあ、もうどっちにしても、もう僕、霊能出てきてるんで、キースさんに関しては絶対潜伏でお願いします。はい。で、3使用場面だった場合、占い師さん3使用になった場合は、釣り切り、ロラ。はい。クロスすんのかどうかっていうのは、もう村のあれですけど、基本的に僕は釣り切りたいと思いますね。精査つかないと思うんで、あんまり。うん。で、どこかな。あとはもう、特に、まあ、この位置で出たのはね、まあ乗っ取りもめんどくさいんでね、まあ出てきてしまった方が絶対いいと思うんで、はい、来ました。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。うん。まあ、グレイツルだね、基本的には。で、霊能が2人いたら、まあ、ロラするっていう流れになる。まあ、占い師が3人だったら占い師っていう。占い師が2人、1人とかだったらグレイズリー、あー、その、霊能が2人じゃないとね、うん。どこかな、うん、5番さん、うん、わかんないわかんないしか言ってないようなところだから、SG1 みたいなことになりそうだから、2周目しっかりやらないとダメなんじゃないかなと思う。どうなんだろうね。あれ、教授が潜伏するかもしれないし。で、グレー釣らせよう。5番さんみたいな人が村だったら釣らせようって、やるとすれば、頭脳派の教授になるよね。うん、普通にマレーのが2枚出てくれれば簡単なんだけどね。まあ、それでも占い師が2人でね、普通の生産ができれば、うん、まあ普通のゲームができればいいと思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。気になったのは、まあ、6番さんの出方。太鼓が出れば狂人、または人外。チャットは2周目からなるのかな、わかんないな。人狼みたいな。ダメですよね。はい。6番さんほどこのゲームできそうな人が、なんでそんな風になったのかなって思ったのかな、思ったかな。うん、なんか、これから不思議なムーブでも用意してるんですかね、6番さんが。結果でも2CO、例の 2CO になったらよくわかんないから釣り切りってなりそうですね。2周目とかで出た方がいいと思うんですけどね、僕は。まあそういう派閥ですね、僕は。すぐ出たらそこに占い師がね、6番さんしろとか言ってて、グレー幅の広い考察を村人にさせようとしてくることからね、5番さんだけ出ればよかったなって感じ。7番さん、なんとなく今は釣りたくない、1日は釣りたくない。9番のプレイヤーが発言します。
はい、おはようございます。占い師です。ランダムゴースロー、ランダムゴースロー、皆さん把握お願いいたします。そうですね、現状、6番が霊能仕様というところで把握いたしました。8番さんはそれに突っ込んだけど、俺は1周目出ても2周目出ても変わらないと思っている、うん、かな。まあでも8の殴りっていうのは別に全然不当ではない、多分個人の意見の違いであるから。まあ6を叩きに行ったとしろ、意見の違いっていうのはあるから、そこまで黒くは見てないかなと思っている。で、7番さん印象良かったです。はい、その盤面でまあ喋ろうとする意欲っていうか、狼を探していこうかなっていう意欲は俺は感じられたのかなと思ってます。まあ1周目ちゃんと出てきてね、残りで、もし霊がいるんであれば、もう出てるんだから1周目で、そこだけはよろしくね。で、22バメた釣り切りで、3周やったらロラしてくださいって感じかな。はい、また2周目以降話しますね。以上、5周をね、一回言っとくね。以上。1番のプレイヤーが発言します。俺は8番さんと同じで、なので6番さんが今って言ってるのか分かんなくて、9番さんとは意見が違わないかなって感じ。てか9番さんは、1周目出ようが2周目出ようが変わらないって言ったけど、全然それは違くて、6番さんが霊能で出ることによって、例えば6が強靭だった場合っていうのは、すごい大谷が有利になるんで、ね、で、例えば6が死んだった場合でも大谷が有利な、状況で1周目2周目は進んでいくわけで、別に6番さんが今出る必要性は全くないんで、ちょっと正直、木場さんとは全く意見が合わないかなって感じ、一瞬で。だから、僕はね、八幡さんはいい意見だと思ったけどね。ちょっと色の見方があまりにも不自然かなと思って。うん、7月叩こうと思ったけど、別に叩くあれがないんで、あれだけど、木場さんしか叩けるとこがないから。次の週、しっかり盤面考察していきたいかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。俺は9と6と一緒で、もう全然1周目から出ていただいても構いません。僕も霊能座だったら出ます。はい、で、霊能座だった場合やったら、僕は対抗から釣って、霊能座飲みますっていうふうに言いますね。開けると22番面だったらね、うん、ここははっきり言ってグレーが狭まるっていう風に言いますけど、いやいやいや、何言うてんの。片白だった場合でもグレーはグレーやから、5番さんの意見ははっきり言って、5番さんが片白もらったから、いや、いらんわっていう風な感じはないからね。 SG1 には変わりないよ。5番さんははっきり言って、9番さんがどうか知らんや、シーンかどうかは知らんけども、はっきり言って片白やもん。まあまあ9番さんが確定するんやったらいいですけどね。ただし、俺は、違うからって言って、そんなわけではない。で、霊能2人出た場合、釣られても、村人釣られても、はっきりと最後まで自分の考察を落としてください。じゃないと、村にないんでね。私釣られたからいいですわ、だからやめてくださいね。しっかり落とす。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。3番、ドンコニシキです。お願いします。自分、占い師でした。1番さんに白、1番さんに白と出ています。お願いします。把握を。で、9番さんが、占い師で出たんですかね。なので、まあ、自分的に9番さんはもう人外確定です。で、6番さんが今のところ例の1人だけということで、まあ、ここでね、もう4が出なかったら、例のは、まあ、6で決まりかなと自分的には思っています。ただ、まあ、自分は1周目に出てきてほしいかなっていう感じはあります、霊能は。まあ、占い師なんで自分。1周目に出てきて、盤面固めた方が強いっていうこともあるんですけどね。まあ、1番さん、8番さんの意見も、まあ、別に分かるっちゃ分かるんですけど。はい。まあ、2周目発言をします。4番のプレイヤーが発言します。はい。6番さん、おめでとうございます。確定です。そして、大事なお知らせ。4番、烏丸美由紀、占い師です。7番さんに白が刺さっております。で、現状ですね、グレー、7番さん以外、私の白先以外で白いなと思ったのは5番さんかな。5番さんのトップバッターの印象的には悪いかもしれないけれども、黒くは見えなかった。そこに対して9番さんが5番さんに白を刺すっていう行動が強靭っぽくないなってずっと思ってました。どちらかというと5番さんの票を引き込みたかった人外と見るので、狼っぽいなっていう、ずっと見てました。
で、そこで3番さんが占い師として出てきたので、現状、かなり9番狼、3強人で見てます。グレイチに関してなんですけれども、5番を除いたところを精査していきたい。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。5番西山です。はい、943、やっぱ3番さんすらですね。うん、なんとなく勘で分かった。なんだっけ。ちょっと待ってね。マークを外す。OK。で、49、セーサーだよね。違う？多分49セーサーなんで、いっていこうかなと思います。はい。私は、9番さんに白だしもらったけど、4番さんの方が白いかなと思ってる。うん、占い先に関してはどっちもどっちかなと思ってるんだけど、4番さん、もし3番さんいるんだったら、もし4番さんが巨人、人狼だった場合は、でんくてよくねみたいになるけど、それでも出たんでしょ ?3 人目として。まあ、スライドって分かってて言ってたのかもしれないけど。けどまあ、僕はその可能性にかけて、4番さんは信じようかなと思うけど、まあ、94の2周目の話を聞いて、まあ、投票先が変わることもあるかなと思ってます。はい、眠たいです。さよなら。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。2周目ね。3番さんすら。4番さんの位置で出てきたっていうことは、そうだな。まあ、進路位置だったんだけどな。そうだね。4の進路がまあ、あんのかなっていう盤面だけだけどね。ただね、俺、初週でね、俺ね、やっぱね、どうだろう、別にあの盤面で出てくるのは別に悪くないと思うんだよな。乗っ取りは正直ちゃんと怖いからっていうことで2番目の位置で出たことに対して発言をした上で出てきてるから、それに対して81っていうのは俺に対して叩いてた。それをみんなどう思うかだよね。あそこ叩かれる位置なのかな。別にムラリがなくてもここでもう一強人が対抗で出てきた場合、まあどっちにしてもロラされるのは自分目線分かってるんで出てきてるっていうのもあるけどね。どうだろう。いや逆に何だろう、2周目その辺聞きたいかな。ただ単に殴ったのか。まあ結果的にまあ良かったんじゃないかなと俺は思うけどな、ここ出た盤面で。はい、7番のプレイヤーが発言します。はい、はいはい、占い師、盤面的ななんか3番目で4番が新っぽく見えるよなぐらいだよね。占い師に関しては見えるよなぐらいか。で、まず3番はなんでスラしたんでしょうかっていう、これ濁りますよねっていうとこね。5番さんはなぜか、俺スラズを感じないで、ただの占い師だと思ってた。812に関しては、その、6番、俺は例のは結果論だと思うから、まあ、正直1周目でようが2周目でようが、1人だったら確定するし、2人だったら、ロラすればいいし、3人でもね、ってだけの話だと思ってるから、そんなに8番、1番が、6番なんでぶたらいてたんだろうっていうのが、ちょっと意味がわからん。9番、2番、8って言えばいいのかな。どっちかっていうと、結果論だと思う、俺は。急にと考え方が若干違うのかもしれないけど、結果論だから、2周目にならなきゃわかんないっていう感じかな。その点はちょっとよくわからない。まあ、だからといって1、2が精査したかっていうと、グレー精査してなかったような気もするんだなという。8番のプレイヤーが発言します。はい、例の一角。僕も後半値だったら別に6番さんの話に触れもしなかったけど、触れるとこがないんだよ。で、6番さん自覚あると思うけど、対抗が出たら、狂人または人外あ、人狼みたいな、なんかよくわかんない、6番さんのスキルの割にはよくわかんないって言い方したから、で、派閥も違った。これはどっち派だからどうだとか言うつもりはないよ。僕は2番さんの遅くても2周目のチャット位置で出る方がいい。後半値だったら出るけどね。っていうだけで派閥の違い、あの一角してるんで何もないです、それ以上。5番さんがなぜ3番さんのすらが分かった、僕は分からなかったよ。5番さんの方が僕より洞察力があるのかもしれないけど、5番さん強人じゃないんですかと思ってる。片白だけどすらが分かった理由ってなんだろう。もう発言ないからいいけど、あと3番さんのすら、そこに狼がいるとはさすがに思えないけど、3か5に強人がいるんじゃないのっていうのは一つの視点。
うん、まあそういう意味ではラスール1はってなるんだけど、今はそこまでわからない。1番さん2番さん目線は違う、進行論もちょっと違いがあるってことはわかる。僕とも2番さん違うけど、だから黒いとは思えないっていうところ、それが理由にはなるとは思っていない。どうなんだろう、後半の皆さんの意見発言聞かなきゃいけないけど、どこに人がいるんでしょうね。9-4 ではやっぱり盤面的に4番さんの新目が高い。3番さんはもしスラしなくても、3番さんが一番最初に僕は釣りたい位置だなと思っていた、スラがあった、それをどう見るかっていうのが分からない。3番さんの発言を聞かないと。5番の共鳴が高いと思ってる。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ4番さんが対抗出てきたということで、4番さんとりあえずローで見てます。強靭だったら、まずみんなが言う通りに、まあ、もともと進路位置であるということと、強靭だったらロラかけられたら腰に球が当てられてしまうよというところで4番さんをとりあえず今のところローで見ています。対抗の、で、まあ、スラした3番さん、ムラスラっていうことでいいのかな。俺ムラスラめちゃくちゃ嫌いです。はい、3番さんちょっと今のところ強靭に目で見てるかなと思っています。三振の場面になってしまって、とりあえずじゃあ引っ込めざるを得なかった強靭と今現状見ております。で、今日まあグレーズ選んだけど、グレー詰めるなら今日俺8行きたい。8番さんとりあえず釣り位置も上げてくれない。まあ、3番さんも人外勝てえと思うけど、3番さん釣ったところで色は白しか出ないし、今日は3は釣り位置じゃないのかなと思っている。まあ、陣外釣りに行くっていう風に考えたら3でもいいんだけど、色を見るってなったら俺8行きたいかなと思っている。8番さん5番さんにそれは分かったのなんでって言ったけど、うん、5番さん強靭で置いたら8番さん、5番さん別にすらは分からないと思うよ。進路で出てるかもしれないんだから、5番さん目線っていうのは。そこと、もし5番さんがじゃあすらは分かなんで分かったのって突っ込むんであれば、3、5、ロー、ローので俺が5に白ってんでしょ、だから9、強っていう話も出てきてもおかしくはないのかなと思っている。その発言が出てこなかった8番さんっていうのは俺の中で結構黒く映った。だから今日の釣り位置は8かなと思っているかなってぐらい。まあ残りのグレー触れたかったけど、ちょっと時間が足りないんで、はい、すいません。それはまた明日以降触れていきます。とりあえず今日は8時押します。以上です。1番のプレイヤーが発言します。ほぼほぼ9番ローかな、9番偽かなって思ったかな。3号ローロー、9強だったら絶対3番さん出るメリットないし、9番さんの考察も全く当てはまらないし、9番さんの良さっきの発言も無理があったと思う。次の日もちゃんと考察していこうと思うって言ったけど、なんであなたが構わない前提で進んでるの。2、1番目なんて全然占い師噛むメリットなんてあるでしょ。8番さんの時も意味が分からない。8番さんの考察ってすごく良かったと思うよ。俺も5番さんの発言はすごく近かった。なぜ3番さんのローラーが分かってるの、スラごめんね、スラが分かってるか、マジで理由がなかったよ。本当に分かんなかったよ。何でなんだろうと思って、ファッション的にも3番さんの、俺3番さんの芯には見えてなかったけど、普通に占い師のと似せりゃないかなと思って、ちょっと半分半分ぐらいの確率だったけど、だってもう4番さんで引っかかったところが、3番さんを今日で置いたという理由がちょっとよく分かんないけどな。3番さんは、3番さんすらだったけど、3番さんを今日で置いた視点がちょっと合わなかったかな。9番さんがこう、白、5番さんの票を入れたかっただけっていうのがちょっと浅いかな。8は今日絶対釣りたくないから。あと6番さんにはもう振り回せ、1角。あと2番さんは次の週かなと思ってるけど、3人行きたいかなっていう感じ。3人今日釣らなかったら多分釣れる日がないと思っているから。あとグレーでそこまで釣りたい人はいないかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。確かに8番さん位置で釣り位置って上げるのは難しいですよ。だって5、6、7がもう言うたら4も対抗でしょ。9番さん目線ね、5、6、7がもう 逆と片白やのに、それやったら8番さん1、2、3で見るしかないんですよね。で、8番さんが指摘した通り、5番さんが強靭だった場合、3、1、2、3の中に人狼がいるっていう感じで考えたら、まあ、7番さんが囲われてなかった場合なんやけど、それを考えた上での8番さんはっきり釣り位置なんか上げられへんよね。発言からっていう感じになるよ、普通に。ただし僕はまだ9-4の精査はまだできてない。はっきり言って4番さんの位置ははっきり言って進路位置だからね。ただし3番さんが僕は
強靭に見えます。なぜかというと3番さんは普通村里があった場合4番さんに城を打つんですよ。4番さんに城を打って4番さんが人狼だった場合4番さんがっていうのは出にくい状態になるんですよね。でそれからのスラっていう感じにするんやったらまだわかるんですけど、3番さんは発言してる1番さん、しかも1番さんは発言は結構1番さん俺と進行論違いますけどしっかりとしてたんでそこは白打ちやすい部分なんですよね。それを考えたら9番が新目と見てのあじゃあ自分が仕事せなあかんと思って3番さんが出てったのかっていうふうに僕は考えますけどね。僕は今日は3番さん釣り一択になってきます。8番さん1番さんの発言で僕はもう人狼位置は拾えてないです。苦労の要素は拾えてないです。ただし5番さん8番さんが一番良かったのが5番さんのあれを拾ってること、なんでそらって分かったんって話になってくるんです。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。そうですね、まあすらしました。まあまあ4番さんがどうであれ自分今日ちょっとすらしてみようかなっていうのを思ってみました。はい、まあ自分言っちゃうともうスムラなんで、そうですね、って感じです。はい、まあ自分役持ってたら、こんなムーブできないしっていう感じですね。はい、で4級の精査、まあ今日は別に4級のあのするっていう感じじゃないんですけど、今日はグレーだと思うんですけど1番目なんで、ただ4級だと若干4が白く見えます。はい、あそこで回ってるんであれば、強靭ならね、強靭ならまあ霊能なのかなと思ってます。なので、4マシンもしくはローとして見ている、まあ、そうですね、4の方が若干白く見えますけど、4級まだどっちかは分かんないですっていう感じです。そうですね、まあ、5がなんで自分のすらを分かったのかはまあ聞きたいですけど、接続切れ。なっちゃったね。で81に関しては自分結構1周目から視点合うかなと思ってました。まああの1周目の何だったっけあれの CO 黙っててっていうのはまあちょっと違いましたけど、今日グレイジだったら5かなと思う。4番のプレイヤーが発言します。2周目ですね。3番さんのスライドに関しては2番さんが言ったとおり、まあ、ほぼおっしゃる通りで軽率なスライドだとは思います。目線からすると3番は4番に白を打ってスライドしてくれた方がありがたかったし、そもそも1番白を出してなぜ5番が3番スライドを透けていたのかって推理するならば、3番目線1、5が黒で9、強靭っていう目線がまだあったんですよ。9番さんは5、3、狼なんて追ってましたけれども、そもそも3番が、まあ、これも言ってくれたね、3番が狼で、5番が狼であったら、9の強靭が透けているから、4番が新占い師っていうことは分かってるので、そもそも出ない。もしくは、居座って自分から釣られ、5番を白くする。そもそも9番で囲いがあったんだったら、3番出ないでしょっていう論が唱えられるため、3番の行動から5番、黒、3、5、黒っていうのが非常に見えづらい。そして私が、これは1番さんに言うんだけれども、9番を狼で見た視点っていうのは、9番強靭の時に下降気が一切ないなと思ったから、それは5番さんの白要素を取って、5番が白く見えることから、9番強靭と置いた時に、9番っていう強靭が5番さんなんか、白打つかなと思ったので9番がローに見えました。3番目線1番釣りたいはずじゃないですか。私は3番に行きたいかな。でも5番接続切れか。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。5番
夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。私、頑張ったのに。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。9番、あ、6番さんが後ろの1黒ね。はいはい。あ、2番さん裏なんて理由説明しますと、昨日5番さん釣りから入って、5番さんの出現であった、つまり5番が黒だったら9番が破綻するとともに、3番目線の51狼9狂人っていうのが見えると思ったので、1番に関しては後回しでいいなと思ってました。で、9番さん、9番さんが昨日8番釣りを提案したことから9ローと置いたときに、相方をこの状況で釣り押す、十分に3番が釣り位置にならない可能性はある中、8番を釣り押したことから9、8もないなと思いました。と考えると、7番白が出ているので、私目線2番っていう位置が気になりました。正直私、ここ白出ると思ってましたが、黒が出ました。これについては根拠はないです。ただ、私の思考のもとに、占い優先順位が1番、8番、3番、より2番の方が高かったことが全てです。3番占い候補から外したのは、すでにもう釣り位置だと思っていたから、そもそも占う気は1番ないな。てか3番が1番占い位置ではないなと思ったので、このようになりました。今日は2番さんを釣ってください。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうか、どっちとも黒出したか。そうだよね。昨日のあの占い、5番さんは白です。はい。いやー、どっちかというとね、4番さんの方が俺は真面目に見てるからな。2黒。うん。これどうしよう。うん、でも2番さん結構、精査的には結構俺、視点一緒だったかな。難しい。まあ、今のところ2に行く予定ですけど、はい。4を死んでみて、はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。まあ、気楽にやりましょう。5番が村だったらさ、まあ聞こえてないと思うけどさ、片白なんだから別にさ、接続切る必要ないじゃん。充電切れかわかんないけど、全員にぶったらから出てても、だって人外がいたらそりゃ5番村だったら叩くに決まってんじゃん。で、3番も盤面を濁したようなもんでしょ？なんでね、かなり不利な状況っていうか、なんで3番変わったのか、もうよくわかんない。9、4は心境なんだろうか、進路なんだろうかすらわかんない。で、狼に黒出してるってことは何？狼なのかな？まあ、1、2、9、1、2の話聞いて。もう、5番村っていう最悪の事態を想定してやるか。なんで3神になったんだろうな。確かにな、一人どっちもなんかこう、一周目精査、グレ精査してなかったんだよなーっていう、なんか、まあちょっと聞きます、はい。8番のプレイヤーが発言します。いや、でも3番噛んでくれたことは村目線嬉しいですよね。1、2で騎士が出たら勝ち確だと思ってるんだけど。1、2で騎士出ないの？役なしってこと。2級ローローか、1、4。47のローローカーでしょ。うん、おかえり。うん、発言聞いてたんだけど、まあ今のところ4番さんの新目が高いと思ってることは、9番さんの僕の釣り誘導一本指定がもうわけわかんなかったことから、普通にね、叩かれてから叩き返すではなくて、第三者目線で見ても9番さんの僕
が狼と思って釣りたいと思ったの？どこにその要素があったのか、ちょっと僕は理解できなかったんだけど。釣り位置言わないから。だって発言、たんまり残ってたでしょ、半周。って思うんだけど。安易に村人を釣り押そうとしないでくださいって僕には9番思うことから、2級ローローがしっくりくるんだけど。1、2で騎士でないんだ。騎士じゃないってことね。わかりませんね。まあ3号のどっちかで強靭は落ちてんじゃないかなとは思うけど、7番さんが仮に強でもおかしくないし、4級は新強位置とは思いにくいな。やっぱ新郎位置だと思ってるからな。強めの高い人が2人もいたことから、まあ2級か本戦1、4か、うん、ひょっとしたら4、7っていうぐらいですね。発言聞いて投票します。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。1黒です。1黒です。パークお願いいたします。今日はね、1、2精査ね、絶対に。4級精査は村目線だって、新強ロー分かんないでしょ。1はまだ確かに8番さんが言ったけど、3号に強目が高い2人が出てるかもしれないけど、今日は黒出てる2人からまず釣ることね。そこだけは先言っておきます。で、8番さんに昨日俺突っ込んだのは、5番さんがあそこで、ごめんね、多分もう一回ミラノみんなに言うけどさ、確かに3号ローローはないよ。ないけどさ、5番さんがさ、スラが分かった3番のって言ってるんだったら、ロー同士じゃないと分からないってスラって言ってるの。5番さんが強人で、スラが分かったっていう発言だったら、どっちがご主人様かも分からないなのに、スラが分かったっていう発言が出てくるはずがないんだよ、絶対に。で、8番さん昨日釣り押したのは、まあ、釣り位置上げなかったっていうのがまあそうなんだけど、俺は3番さんの、そう、強靭目が高いんであれば、3番さん釣り位置じゃないとか、そういう風に言ってほしかったなっては正直思ってる。そういったところでどうせ白結果しか落ちないんだから、そこ言ってほしかったかな。で、1番さんに関しては、黒要素っていう黒要素は、そう、まあさっき俺も言ったんだけど、全然視点的には、俺目線は、5番さんがあの発言残すんだったら、村目線は5がローっていう感じも終えたんじゃないのっていうところかな。かな。今日1行ってください。お願いします。今日は1です。うん。以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番さんに聞くんじゃ、なんだか8番占わなかった。1番の占い理由なのか、8番のあの時の占い理由。9番さんしかも、1日ぐらいの西の8番とかで8塗りまで持っていくんだったら、8塗らないといけない。そこまで釣り、来るなと思ってるんだったら。なんで俺な。5番さん、9番さんにも後突っ込んでおくと、5番さんがローで4級強靭が出ていて、3が、例えば3が普通の村人、4級どっちか浸透だった時ののみ、5番さんがすら携帯できるよ。まあ、なんと、どんな場面だけど、なんとも言えないけどね。あと、8番さんの位置、一個把握盛りしてて、把握盛りから、普通に指定判断になったら、4-7って言ったところは、ちょっと8番さん、次の日訂正しないといけないかなって思う。9番さん、そこ叩けなかったのも、言っちゃダメだと思ってるけど、ね、あなたは俺に今日出してるんだったら、8番さんの4-7、まあ、4-1または4-7って言ったところを突っ込まないといけないんじゃないの。そこが見れてないのが、もう、黒要素かな。完全に俺を、頑張って釣りに行かしようとしてるんですよ。まあ、とりあえず今日は 2、まあ、2の黒要素悪いけど、2番さんのあんまし色あんまし落とせてないから、ちょっとあんまり聞けてなかったっていうのもあるけど、聞けてなかったっていうか、他その前の人がちょっと結構多かったからあんまり聞けてない、まあ、けど2番の黒要素より9番さんの2要素の方が断然高いけど、結局村からしたら9、2がほぼほぼ透けてるのかなと思ってるけど、8番叩きにもいけないし、1の占い理由も適当、それじゃダメじゃないって思ってます。2番行きましょう。2番のプレイヤーが発言します。そうなんよ。もう俺をどんだけ弁明しようが、みんな目線、6、7、8目線は、まあまあ、その中に人狼ボタンは割やけど、4級でどっちか死んかって考えたら、はっきり言うて、俺も4やわ、はっきり言うて。なんで9番さん目線、なんで9死んやったら8裏穴は変ねんっていう話やからね。なんでやねんっていう話やからね。いや、マジか。これでどうやって俺は、
1の黒要素なんか拾えてないぞマジで。4級やったら俺も4を新名で置いとったからな、はっきり言って。1周目で言うとったやろ、俺は9番さん。そう、フラットで一応見るけど、9番さんも言うたら、いやいや、8番さん釣りなんかありえへんよって言うとったからな。これ、やばいって。せやん。いや、落とせん、落とせん。いや、それやったらもう、パッションパッションいやー。4級やったら、いやいや、俺もはっきり言って4やね。4やわ。もう。ね。でも4違うんよ。4人外なんよ。マジで。頼む。じゃあもう俺はもう騎士が、もう、1回目変態しとって、1番さん釣ってくれて、6番守ってくれること、いろいろしかないわ。もうそれしかないわ、マジで。もうごめん。はっきり言うて。はっきり言うけども、俺はもう、4級で精査されたら終わる。1番いってください。お願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのかな？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。2番。9番さん、で9番2番に行くなよ、諦めんだよ。それやったらお前6番噛んでやな、6番噛んでいやーとか言うとってやな、もうそれは頑張ってくれや。俺に入れるんはちょっと間違っとうやないか。そう、じゃあ俺じゃねえわ、普通に。くそくそくそ、なんでやねん、なんでやねん。6番見とけよ。白出るしかないんからな。白しか出るんやからな。くそー。9番もっと頑張ってくれよ。俺が白く、黒くなんでしまったよ。なんだこの俺の泣き情報。夜が更けました。人狼に気をつけてください。デデ変わるでもよかったけど、どうなんだろう2番のオーバーリアクション。ちょっと外して8番の投票の動きを見ようかなと思った。81が長く繋がってるような気もしないでもないし、最弱の時代4強度だ。負けなら負けか。6番噛まれんだろうな。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、ありがとうございます。八城です。多分大丈夫だと思うんですけど、9番をほぼ狼で見ているけど占わなかった理由は大丈夫だと思うんですけれども説明しますね。一応9番って、昨日に伝えし時点で4進進行なので、このあと9、1と釣ればいいんですよ。8で黒出た場合は8を釣ればいいし、まあ一番どっちでもいいんですけどね。ただ単に9番の黒先占ったらとかうんぬんかんぬん、本当はどっちでもいいんですけど、まあなんで8番を占いました。8黒だったら8釣ればいいし、8白結果だったら9、1って釣れば積み進行が取れるんで、ほぼほぼ7番が強人だと思ってます。7強の9ローだとは思ってますが、多分7番が、もし仮に村であって、昨日4番に投票してるんで、してますよね、してるんで、村で投票したとするんだったら2が白く見えたのか、9を信じて見えたのか、4が偽に見えたのかの3択しかないですよね。まあもしかしたら1が黒く見えた、まあ1が黒く見えたら普通は1に投票しますからね。
ちなみに9番目線は一番自然な初日の発言って五強陣で934で新郎ローって出てるのがありえないから5番が強陣目が高いっていう理論だったらすごく納得できたと思います。6番のプレイヤーが発言します。はい、3日目、そうですね、今日は9に行こうかなと。村、まあ噛んでないのかな、これも諦めてっていうところかな。2は黒でしたっていうところで、まあ4番さん、まあこれで黒囲いで黒出したとはちょっと追えないから俺9行こうかな。はい、7番のプレイヤーが発言します。うん、9番いきますよ。あ、俺表示じゃない、1番2番以外に入れればよかっただけの話。最悪8番の動き次第で票が、割れる可能性があったから。4-9今日まで見てね、2-8とか繋がってて1-2入れるとか、なんか8番の動き次第でイーブンになった場合に俺は心置きなく2番に入れるつもりだった。さすがに黒の1ってなんかもう取ってつけた感があったから、もう2番オーバーアクションだったけど、あ、1-2以外だったら誰でもよかったんだよ。4でも6でも8でも9でも。まあこれ噛んでないか、もうはっきり言う、俺騎士使用して俺噛まれようと思ったけどちょっとやめたんだよ、俺が村人だから。8番でいいのかい、6グッジョブか4グッジョブでいいのか、俺とも髪がなしでいいのかな。噛まれようと思ったけど、まあ普通に考えたら9にかなと思ったけどね。9番いきます。8番のプレイヤーが発言します。9番さんが占い先言わないことからもう折れてると。2番さんもほぼ CO してたよね、頼むよ9番って。仮に9番終わんなかったことを言ってもしょうがない、まず終わると思ってるけど、その時は1か4かってなるんだけど、まあ9で終わるっていうことでしょう。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。大丈夫だよ8番さん、終わるよ。ごめんね2番さん、本当に申し訳ない。あね、ごめん、本当にごめん。で、8番さん殴りもめちゃくちゃ不当だっていうことは分かっている。8番さんごめんね、めっちゃ殴って申し訳ない。ただ6、7の片白だったでしょ。あ、7強じゃなかったんだ。なんだなんだ、7が投票先があれだったから強人かなと思ったけど、そしたら噛めばよかったと思ったけど、全然関係ねえやないかいっていうね。ごめんね、そうなったら黒要素拾うってなったら8しかなかったし、俺5番さんをロージックで普通に考え普通に追わせようと思ったけど、村目線は絶対それは、やばい沼考察だっていうのは正直自分の中でも分かったし、折り切れんかった。強人誰だろうね、5かな3かな、分かんない。とりあえず2番さん本当にごめん、申し訳ない。自分でも沼考察してるのはすごく分かった。はい、すいませんね。ありがとうございます。1番のプレイヤーが発言します。俺ほぼほぼさんじゃないかなって思ってるけどね。巨人は、サマさんさんかな。5は騎士だと思ってるんだよな。2日目ちょっと伸びたじゃん。どうかなって思ってますよ。ラーマンさんの4投票はちょっとびっくりしたかな。結局分かんなかったけど、全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番。ゲーム終了。